実は俺作曲できるんです。はい、どうもおかしけんです。俺のね、普段の動画を上げてるチャンネル、かしけんのチャンネルで、まあ、やっぱりBGM って必ず入れてるわけですね。まあ中にはね、こう入れないで喋ってるだけの動画もあるっちゃあるんですけれども、まあほぼほぼ BGM を使うっていうのが、まあ基本的な俺の動画のスタイルなんですよね。で、まあやっぱりその BGM って結構俺個人的にね、こだわってた部分っていうのがあって、まあその俺の心のイメージに合わせたような曲とかさ、まああとはその動画の内容に合ったようなちょっと BGM を、ちょっと膨大な曲の中からね探して、でそれでまあ使ってたりしたわけよ。でもまあ全部ね、フリーな BGM とか、まああとはクラシックの音楽ばっかりだったわけですよね。うん、まあその理由は、まあ俺が結構ね、クラシックの曲がまあ そこそこ好きだっていうのもあるし、まああとフリーの BGM ってね、他の YouTuber とかよく使ってるじゃないですか。そういった、まあ、BGM を使った方がちょっと YouTuber っぽいなっていうのもあったから、まあそういうね、クラシックとかフリーの BGM、まあよく使われてる BGM をね、こう使ってきたりしたわけだけれども、ちょっとね、方針転換しちゃったんですよね。っていうのも、まあ少し前にね、こう仙台撮り鉄さんと綿貫さんと、まあ、ちょっと飲んでた時にね、思ったの、ふとね、あれ、そういえばなんか交通関連の人ってなんかあれだよね、フリーの BGM ってそんなに使ってないよなって思ってね、まあ、クラシックを使っている動画とかまあたまにあるけれどもね、うん、まあでも大体ね、オリジナルの BGM の人が多いじゃないですか。まあ、代表例で言えばさ、スーツさんっているじゃないですか。一番ね、その鉄道系で売れている。で、そのスーツさんが使っているオンリーユートレインっていう、まあ、それはタックさんっていう、まあ、音楽作家の方が作った曲、まあ、そういうのを使ってたりとか、まあ、あとその時に一緒に飲んでたね、仙台撮り鉄さんも、ハピアさんとかね、いろんな音楽作家のオリジナルの BGM をこう作ってね、提供してもらって、それを動画に使っている。で、そういうのってやっぱりこだわりがあるから、まあそうなるわけですよ。で、じゃあ果たして俺の動画ってこだわりってあったかなって言われると、ちょっと微妙なんですよね。まあ、さっきね、BGM に、 BGM の選曲にちょっとこだわりがあるっていう話はしたんだけれども、多分 BGM そのものってさ、ネットで落ちている、まあ、音源だからさ、まあそんなになんかね、まあ凝ってるか凝ってないかって言われたら凝ってないわけですよね。だからちょっと、俺もちょっと、あれだな、やっぱ音源だけでもせめてこだわろうかなって思ったわけだ。だってね、俺テロップとかもそんな入れないじゃないですか。ね、まあその編集時間とかね、パソコンのスペックが低いとか、まあいろいろ理由はあるんだけれども、それであんまりこうテロップとかのエフェクト入れちゃうと、もうパソコンが落ちちゃうから、最低限しか入れてないっていうのがあったり、まああとあれなんだよね、単に編集時間がね限られちゃってるから、その中でいかに動画を作って出すかってことを考えたら、やっぱどうしても低クオリティになっちゃうわけだけど、まあそういう低クオリティの中でもやっぱりちょっと俺としてのね、こだわりっていうのをやっぱり出していきたいなって思って、やっぱりその飲んだ時に思ったのが、作曲だよなと思って、で、その後ね、仙台鳥瀬さんがライブ放送やってた時に、まあ、その音楽作家のハピアさんと、まあ、一緒に映ってやってたわけだけど、一緒に映ってたの、一緒にそのなんか声だけだったかな。で、それでライブやってた時に、ちょっと俺もちょっと作曲意欲が出てきたみたいなこと言ったら、それでなんか仙鉄さんが、そう、かしけんさんって実は作曲できるんですよ、それでなんかそれでぜひハピアさんもどうかみたいなこと言ってたら、もうコメント欄でね、そのトランペットさんってまた別の鉄道系の方がね、煽ってきて、あ、もうこれ俺作曲しなきゃダメだよなって思って、まあ慌てて作曲をしたわけですよね。うん、まあ実は俺が作曲できるってことは、身内も含めてね、いろんな人にまあ秘密にしてたっていうのも変だけど、まあ明かしてなかったわけですよ。それは俺自身ね、そんなに作曲に対するモチベーションっていうのがなかったわけですよ。だってお金にならないじゃないですか。いや、もちろん音楽作家でね、その作曲やって生計立ててるって方もいっぱいいらっしゃるし、まあ、趣味でね、同人活動としてやってる方も結構いると思うんだけども、まあ俺
が思うね、その作曲ってさ、その人の心が現れちゃうわけだよね。だからなんだろうね、その曲のトーンとかって結構その人のね気持ちにわりかし、なんて言うんだろうね、その人の気持ちにリンクしてるんですよね。だから暗い気持ちだったらこう暗い曲が出来上がるし、楽しい気分、ウキウキな気分とかだったら、まあ、その楽しい曲が出来上がるわけですよ。で、あ、じゃあ俺もバスに乗ってる時の、まあ、心をちょっと曲にしてみようと思って、まあ、オリジナルの BGM としてね、そう作曲をしたわけですよ。まあちょっと音源に関してはね、音源に関してはこうフリーの音源使ってたりするわけですけどね。まあ、うん、その辺もねちょっと、もちろんね有料の音源とか使えばもっともっとかっこよくはなるけど、俺が求めてるのってかっこよさではなくて、その動画に使えるかどうかだから、まあ、例えばねループができたりとか、歌詞をつけ、まあ、その気になれば歌詞をつけられるような、形にしたりとか、うん、まあ、あとはその、ね、ずっとループで聴いてても飽きのこないような音にしたいなと思って、まあそのフリーの、ね、音源を使って、まあ、ちょっと安っぽい音色になっちゃったかもしれないけれども、それでね作ってできたのが、まあ、少し前に挙げた、ね、そう Hope for the Bus っていう曲なんですよ。まあ、ね、ネーミングは結構適当なんですけどね。なんせね、3日で作った曲だから。まあ、3日って言ってもそんなに、ね、手抜きで作ったわけじゃなくて、ちゃんとね、頭の中に、ね、メロディーがこうパッて思い浮かんで、それを、ちゃんと旋律としてね、こう、聴いてて心地のいいような、うん、ものにしたっていう感じなんですよね。うん、まあ、そこはやっぱちょっと俺なりにも こだわって作ってきたっていうのがあるから、まあ、結構俺が今までねこう作った曲の中では、まあ、あれは結構渾身の一作だと思いますよ、うん、だから早速ね今動画に使ってるし、多分今後もあの動画ばっかり使うと思います、うん、まあとにかくね、まあ、その人の心が現れるっていうのを、それをちょっと他人様にねお金をもらって渡すのはちょっと俺は好きじゃないなって思って、だから、まあ、自分の趣味の範囲でねやってたわけです。しかもそれって全然世にも出してないし誰にも聞かせてないし、うん、まあ、作曲自体もねその最近全然やってなくてね。で、まあ、やっぱり小中学生の時に俺結構ピアノさ、親がすごい教育熱心で英才教育家でピアノとか習っててね、クラシック音楽もこう何十曲何百曲ってもういろんな曲を聴かされて、そういった中でねこう音楽が好きになってったっていう経緯があるから、まあそのクラシックが好きっていうのもまあそういうの関係あるし、あとその小中学生の時とかね、やっぱこう自分でね曲作るのって実は密かにハマってたりしたわけですよ。誰にも聞かせなかった、まあ聞かせてるか、そのピアノとかでねこうジャーって弾いたりしたりしたことはあるけど、まあでもあくまで趣味だったわけですよね。でもほら俺ってまあこう兼業 YouTuber としてさ、本業がねバスの運転手で、その合間にこう趣味活動として、ね、YouTube でね動画発信をしたりしてるわけですよ。要するにYouTube って俺にとっては趣味というか俺の全てをぶつける場なんですよね。だってね、そうじゃないですか。みんなね、社会人なら誰でもそうだと思うんですけど、やっぱ趣味がないと、まあ、日常の生活って張り合いが出ないんですよね。ね、まあ、パチンコでも競馬でもさ、釣りでもドライブでも何でもいいんですけど、まあ、なんかそういった趣味をね、日常の張り合いにするって多分俺以外もみんなやってると思うし、あとね、そう、作曲をして動画に使おうと思ったもう一つの理由がね、なんだろう。まあ、ちょっと、これはあんまり言いたくなかったんだけど、俺のその才能をちょっとぶつけてみたかったっていうのがあったわけですよ。まあ俺って、まあ結構絵描いたりとかさ、作曲したりとかさ、まあ造形したりとか設計したりとか、まあいろんなことができる中で、それを仕事に生かしたことってほとんどなかったわけですよね。だってそうじゃないですか、バスの運転ってさ、言っちゃ悪いけど運転さえできれば誰でも、まあ、できてしまう、運転とのバスの業務さえできればね、それ以外の才能っていうのは一切必要ないわけですよ。だってね、絵描けたってバス乗ってもしょうがないじゃないですか。で、ね、バス乗ってて、ね、作曲できたってそれ仕事に使うことなんてないじゃないですか。だからそれはちょっともったいないなと思って、まあ、さっき言ったように YouTube っていうのは俺の、ね、趣味っていうか俺の全てをぶつける場だから、まあ、こうやって作曲をしてそれを動画に使って
俺の個性を出してみようかなってちょっと思い立ったのがここ1週間の間なんですよ。だから、作って、ね、それで BGM にしたっていう経緯があるんですよね。意外といけるもんだな。一発で今ちょっと一発で弾いてみたんですけどね。まあこれって、まあ、パソコンでね、もう MIDI で打ち込んだやつだからあんまりその演奏とかっていうのは想定してなかったんだけど、意外となんか、自分で作った曲だからやっぱスラスラ弾けますね。スラスラでもないけど、まあ実はその作曲にはピアノっていうのは全然使ってなくてね、そのバスの中でね、こういうこういう旋律になるなっていうの、そのこう降ってくるわけだから、それを頭に思い浮かべて、でそれでなんだろう、バスが動いてない時、動いてない時とか、まあその休憩とかにね、その時にその書き留めて、でそれで家帰ったりしてから、それをパソコンに打ち込んでて、一音一音ね丁寧に打ち込んでって、それで作ったのがあの曲なんですよ。だからバスのね、乗務中に作曲っつっても、その乗務中にパソコン開いてMIDI 打ち込んでたわけじゃないですからね。ちゃんとその業務は業務でやってたけど、その中で浮かんできたメロディーっていうのを記憶して、で帰って打ち込んだっていうのがあの曲だから、まああれはその俺のバスの運行中の気持ちが出ている、まあちょっとね楽しげな旋律だけど、その中にちょっと物寂しさとか、まあ、そういうのも含まれてるっていう、まあちょっとこだわりがある一曲なんで、まあこれから動画で使っていこうと思うんでね、よろしくお願いしますと、そういう感じですね。まあもちろんこっちのね、柏崎健一郎チャンネルでは使わないんですけれども、まあ基本的にはこう BGM とか一切使わないからね、もうめんどくさいし、自撮りでね、インカメで適当にバーって撮って、それをそのままアップロードしてるだけだから。でもそのメインのね、歌詞研の方のチャンネルはこう自分で作った曲を、まあ5、6種類ぐらいアレンジちょっと作ったんで、まあそれを使い分けながら、まあでも一曲でもその飽きのこないようなこう作りでちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。よかったらそのホープスアーバスね、ドライブのお供にぜひ使ってください。はい、まあでも俺ね、作曲の依頼されてもちょっと作んないと思います。結構作曲ってね、1曲5万円とか10万円とかでね、依頼してくる人って本当に多いんですよ。作曲できる人ってね、絵描ける人よりも少ないからさ。で、ね、私作曲できますみたいなことを公に言っちゃうとね、こうやっぱ仕事って待ってくるわけですよ。で、貸し券さん作曲できるんですか、作曲ぜひしてくださいよ、お金なら払いますみたいな、そういうのはね、多分来るんですよ。だけど、ちょっとそれは、申し訳ないけれども、やっぱりこう趣味に届けておきたい、それも俺のちょっとプライドというか、そうこだわりっていう部分があるから、まあ、俺が作る曲っていうのはやっぱ俺の動画でしか使いたくないし、まあ、逆にこの貸し券さんの曲使いたいですみたいなことを言っていただければ、まあそのもちろんクレジットとかはつけてほしいんですけれども、まあ、そういうのはまあなるべく許可しようかなっていうふうに思っているのでね、まあ、曲に興味持っていただいた方、よろしくお願いします。あとそうだ、そう昨日のライブで、ね、そのちょっとね、音源どこで拾えますかみたいな話があったんだけど、結構その俺の作った曲をね欲しがる人もいるみたいなんで、これちょっと CD にしてね、仙台撮り鉄さんのブースで、ね、冬込みでちょっと販売しようかなと思ってるので、まあ多分一つ500円とかになると思うんですけれども、まあそのアレンジとか動画内で使っているものを使ったり、まあ1曲丸々バージョンとか、あとループバージョンのね、途中でぶった切ってるバージョンとか、いろいろ詰め込もうと思ってるんで、興味のある方はよろしくお願いしますということでした。バイバーイ。